新島宮廷は、京都市上京区にある、同志社創立者、新島城の宮廷。外観に洋風を取り入れた和洋折衷の住宅で、1878年に、竣工した。学校法人同志社が所有、管理している、京都市指定有形文化財。京都御苑の東南、寺町2丸田町に位置する、この邸宅の敷地は、1875年に、 同志社英学校が開校した土地であり、同志社発祥の地とされている。明治末期の新島邸寺町通から、書斎新島会館新島会館内部敷地は、1875年11月29日に、同志社英学校が開校した際に、仮校舎として借り受けた高松保実の邸宅跡である。同志社英学校は、翌1876年に、 山本角馬が所有していた旧薩摩藩邸跡地に移転。この間の1876年1月3日に、新島城は八重夫人と結婚している。この時期、新島は借家住まいをしていたが、友人、J.M. シアーズから礼拝堂と自宅建設のための寄付を受けた。新島は、映画校を置いた土地を高松から買い取って自宅を建設し、 1878年9月7日に、竣工した。この家屋は、新島夫妻の指定であるとともに、応接室が、教室や礼拝堂として使われたり、書斎を同志社の学生に開放し書籍を貸し出したりと、様々に使われた。1890年に、新島城が死去した後、八重夫人は1907年に、同志社に寄付。 この家で1932年に没するまで生活した。1985年、ちょうど家具類を含め京都市指定有形文化財に指定。1990年に全面解体修理が行われた。和洋折衷式の母屋と付属屋からなる。現在は新島会館が建つ隣接地はもともと新島邸の庭で家庭菜園などが設けてあった。 設計者、指向者ともに不明であるが、同志者の教員で、医師、宣教師でもあった w、W. テーラーの助言を得ながら、新島城自身が設計したとも伝えられている。洋風住宅としては、京都に現存する、木造最古のものである。建物は、木造2階建て。外観には、コロニアルスタイルを取り入れており、三方にベランダを巡らせ、窓には鎧戸をつけている。 一方で作りの基本は和風寄せ舟住宅であり、壁は柱を露出される真壁作り、間取りは他の字型という日本的な構造を採用している。欄間や箱階段が作られているなど、日本的要素も取り入れられている。冬に備えて暖度を失え、当時としては画期的なセントラルヒーティングを取り入れたほか、夏を快適に過ごすために床を高くして、 風通しを良くする工夫をし、また日差しを深くしている。建築当初は、全室が板張りで作られた。大正期はじめ、八重は1階の洋間を和室に改修している。木製の腰掛け式トイレを設けており、日本における初期の洋式トイレである。付属屋は、新島城が、両親の隠居所として建てた、平屋の日本建築である。 あんな江戸屋敷にあった住居に習って建てたものと伝えられる。交通手段としては以下の通り。通常公開時には宮廷周囲から外観のみの見学が可能である。同志社の行事や京都御所の一般公開に合わせて特別公開も行われる。団体の見学には事前申し込みが必要。ありがとうございます。